セレッソ大阪、松田陸。幼き頃サッカーと出会い憧れた選手とは。サッカーしたいなと思ったのはやっぱ中田英寿さんを見て、あ、この選手相当うまいなと思って、はい、見ました。中田英寿、日本代表の司令塔として3度のワールドカップに出場。日韓大会ではチームをベスト16に導いた。本当にあの人は努力もしてたと思いますし、やっぱ天才っていう部分もあるんで、小さい頃はあんま覚えてないですけど、まあ多分多少は意識したとは思います。小さい頃からもう絶対プロになるんだっていうふうにやってたんで、まあ一人は努力したなと思います。いやもう全然まだまだ、はい、距離なんか縮まってないですし、もっと自分たちも努力しないといけないですし、まあ今の子供たちにもやっぱり努力はしてほしいなと思います。松田陸のヒーロー。